サボアイランド。サボアイランドは、アメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ級航空母艦の24番艦。艦名は、サボ島にちなんで命名された。本艦は1943年9月27日に、合衆国会議委員会の契約ゲワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で書いた米として寄港する。1943年11月6日に、 サボアイランドと改名され、1943年12月22日にマーガレット・タ・ファインダーによって浸水する。1944年2月3日に CE エクストローム艦長の指揮下収益する。サンディエゴでの完熟訓練を終えた後、3月15日から7月2日までの間、サボアイランドは南西太平洋方面へ航空機の降下任務に就いた。 7月6日、事故の航空隊を乗せたサボアイランドは、サンディエゴとシンジワンで訓練を行った。一連の訓練を終えた後の8月4日、サボアイランドは、シンジワンで、第三艦隊、ウィリアム・ハルゼー大将に合流した。サボアイランドは、ペリリューの戦いの支援でウイジンを飾った。9月11日から30日までの間、サボアイランドは、他の護衛空母と共に上陸部隊支援と、 空中紹介任務を務めた。10月3日、サボアイランドは、マヌス島で第7艦隊、トーマスシーキンケイド中将に移り、フェリックス・スタンプ少将率いる、第77.4に任務軍、通称、タフィニに加わった。10月12日、サボアイランドは、レーテ島の戦いに向かう上陸部隊と、それを護衛する戦艦や巡洋艦などと共に、マヌス島を出撃し、 10月18日には、レーテ東沖に到着と同時に、2日後に迫った上陸に先立って、空襲を開始した。10月25日のレーテ沖海戦では、クリフトン・スプレーグ少将を率いる第、第77.4、3人無軍、通称、タフィさんが、栗田武雄中将を率いる日本艦隊の猛攻により一時危機に陥った。 第77.42任務軍の駆逐艦と護衛駆逐艦は、苦闘する第77.43任務軍救援に急行して、約30分間撃たれ続けた。第77.43任務軍を救うため、第77.42任務軍は、トーマスエールスプレーグ少将率いる、第77.41任務軍、通称タフィーチと合同して、 戦闘機と攻撃機を飛ばし、六度にわたる攻撃の末に三隻の巡洋艦を脱落させ、栗田艦隊は引き返していった。サボアイランドの TBM アベンジャーは栗田艦隊への攻撃で九本の魚雷を消費したが、戦果は定かではない。その栗田艦隊と入れ替わるように、神風特別攻撃隊の初めての攻撃が行われた。第77.4に任務軍の護衛空母は、 そのどちらの攻撃にも合わなかった。翌10月26日、第77.4に任務軍の航空機は、レーテ島への輸送作戦から帰島中の軽巡洋艦、キネトクチク艦ウラナミをビサヤン海で発見し、2隻とも撃沈した。サボアイランドは10月30日まで、レーテ沖で行動した後、マヌス島に帰島した。11月19日、サボアイランドは、 マヌス島を出撃し、11月22日から27日までの間、他の護衛空母2隻と共に、レーテに至る補給路の紹介を行った。コッソル水道で補給の後、12月10日には、ミンドロ島の戦いに向かった。サボアイランドは、12月15日に陸軍航空軍にその任務を移情するまで、上陸部隊支援と空中紹介任務を行った。 この間にも神風攻撃は止まらず、その影響でサボアイランドのマヌスト海港の出発日が12月17日まで延期された。1945年1月1日、サボアイランドはリンガエワンに向かう大艦隊に加わって出撃した。1月4日、艦隊はスールー海を航行中に神風攻撃を受け、オマニーベイが特攻攻撃により沈没した。 1> 翌1月5日、サボアイランドも、第19混合体など陸海軍合わせて6体の、神風攻撃を受けたが、軽微な損害に止まった。リンガエン湾ン上陸後、サボアイランドは1月17日から29日まで、ミンダナオ島西岸部への攻撃を行い、1月29日と30日には、スービック湾近辺に対する上陸作戦の支援を行った。サボアイランドは、 航空機交換のため、うるしい干渉に向かい、補給後は来る沖縄戦に備えた新しいパイロットの訓練のために、レーテ湾に移動した。3月26日、サボアイランドは、他の護衛空母2隻と共に、沖縄島上陸に先立って行われた、ケラマ諸島占領を支援。ケラマ諸島は、沖縄戦全機関を通じて、アメリカ海軍の補給基地及び、 全身根拠地として使用された。翌3月27日、サボアイランドの航空機は沖縄島に対する攻撃を行い、同時に対空障害と対戦障害も行った。4月7日から16日にかけては沖縄島方海面で補給部隊に対する空中支援を提供し、4月27日には先島諸島に対して空襲を行った。4月29日、 サボアイランドは沖縄の戦場を離れ、オーバーホールのためサンディエゴに向かった。7月11日、オーバーホールを終えたサボアイランドは、真珠湾への輸送任務のためサンディエゴを出港し、任務終了後8月15日にアラメダに到着。その日に戦争が終わった。戦争終了後の8月31日、サボアイランドは他の護衛空母6隻と共に本州と北海道への アメリカ軍の新鍮を支援するため出港し、支援終了後9月25日に新珠湾に帰島した。その後、サボアイランドはマジックカーペット作戦に参加し、サンフランシスコから新中軍を輸送後、新珠湾、グアム及び沖縄からの福音兵へ輸送に参加従事。サボアイランドは1946年1月14日にシアトルに到着して、 マジックカーペット作戦の任務を終えた。サボアイランドは3月16日にマサチューセッツ州ボストンに到着、不活性化が行われ12月12日に退役、体制を予備役艦隊入りする。その後、サボアイランドは1955年6月12日に K-78、護衛ヘリ空母に艦首変更され、1959年5月7日にアクフ -28、 貨物航空機運搬艦に再び艦種変更された。1959年9月1日に除籍され、1960年2月29日にボストンでコマーケット社に売却後、6月に香港で解体された。サボアイランドは第二次世界大戦の先行での4つの従軍聖賞を受賞した。 さらに1944年9月6日から1945年4月29日にかけてのカロリン諸島、フィリピン、沖縄戦での選考で主君部隊賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。